こんにちは。えー、ちょっとこのレースは2頭だけ穴馬。あの、ぜひ狙いたい穴馬2頭だけいるので、ちょっとそれだけはちょっとお伝えしたいかなということで動画作ることにしました。非常にシンプルな話だと思いますんで、お願いします。まあ、有力馬がですね、まあみんな今なんですけど、まあはっきり言ってあんまりすごい買いたいなっていう感じがしないんですよね。なんかみんなそれぞれちょっと泣きどころはあると思っていて、まあ、モズメイメこれはもう前走 フライングなんじゃないかっていうぐらいすごいスタート決めましたけれども、まああいうスタート毎回バンバン決めるっていうこともできないと思うんですよね。タイミングがあったあところからあると思うんで。で、まあ一応騎士も変わりましてね。まあそうするとね、うん、今回は結構行く馬が多いのでですね、花切る競馬もできるかどうかわからないし、前回はやっぱりちょっとハマった面があると思うんで、それを本当に真に受けて一番人気で買うっていうのがちょっとあんまり あなたとしては考えたくないママコチャは 1200m 初めてですよね、まあ、走行もいい馬なんですけれどもさすがに、まあ、1分6秒台の競馬でいきなり対応できるのか当然、55. 5 5 5 k ロというハンでもありますのであんまり美味しい感じはしないかなとジャスパークローネはね前走うーんちょっとはまっちゃってますよねうち前残りババアで、えーまあ、楽な競馬できましたから 今回も同じ競馬叶うか分からないですし、あんま飛びつきたくはない。ロンドンプランも休み明けだしなとかね、トゥラベェスーラー58キロくらいの戦にでね、後ろからになって大飛びの馬で間に合うかなどうかななんていうこともありますので、あんまり買いたくない。買いたい馬、シンプルに2頭です。まず、スマートリアン。面白い馬なんですよね。双方が非常に変わった馬でして、すごく首が高いんですよね。 まあ、お世辞にも褒められた双方ではないと思います。私はいつも双方再建するときには、最低評価ぐらいにしてしまっている。まあ、首が高すぎてですね、足があんまり綺麗に上がらないですね。まあ、とにかく変わった双方ですね。ただ、それでこれだけの実績を上げてきているということは、もう本当認めなければいけないことで、まあ、いろんな条件使ってきたんですけどもね。 1,000八ぐらいでも勝ったりしてたんですからね、まあ、今は千2路線なんですけれどもどんな条件でもまあ本当に一生懸命走るんですよねだから何でしょうねやっぱり気持ちで走ってる部分あると思いますね性格真面目で相手なりにどんな条件でも走るっていうところがあると思うんでそこは非常に好感が持てるところでございます で、特にいい目を見張ったレースがあって、それが去年の CBC 賞なんですよ。全く同じ小倉1200メートルコースのレースで、一頭だけ外から目を、目の覚めるような足を使ったんですよね。これびっくりしまして。もう完全に内前決着をする。うもう1分5秒8で、TM スパーダ逃げ切っちゃうし、内を立ち回った姉御はだ。 え体制ビジョンがあのうちから来る中ですね大外からぶっ飛んできたスマートリアンびっくりしましたこれはなんか適性を持ってるんじゃないかなっていう気がするんですよねこの1回しか小倉コースえー走ったことないんですけれども何かが向いてるのかなとそれを説明するのであればですねこういうことを感じます小倉 1200m コースって僕の印象ではですね あの坂道駆け降りるるレースだと思ってるんですよねここスタートで坂のまあ頂上付近からあのずっとですねあのスピードに乗ってギューっと34コーナーもスピードに乗って駆け下りるというコースでこれは結構あのコーナーリング適性というか高速コーナー回り力がですねあの試される。 コースかなとここでスピードを殺さずにですね、乗っていって最後の直線につなげないといけないコースかなって思ってるんですよね。もしかしたらこの変わった奏法がそこに向いてるのかなぁ感じますね。首が高くて足が綺麗に,に上がらなくてグリップが効くような走りに見えるんですよね。まあいずれにしてもすごい変わった奏法なのでどっかでハマるかなというのは。 思っていて、ここかななんていうことを思います。まあ当然、今回も相当な高速決着が予想されますけれども、えー、この競馬でですね、1分6秒7で走れているんで、問題はない。で、まあ場合によっては内枠を引いて、内を回したらですね、 より足がたまってすごい足に繋がるんじゃないかなっていうことも感じますね、これはずっと外,こな外を回ってしまった競馬、でこの馬がです、ねまあ、たまったまなのか、外枠をすごく引く馬なんですよね、マリア・エレナと逆で、あんまり内枠引かなくて、外々回る競馬が多いんですけど、内で足ためられるとよりいいかなっていう感じがするので。 ぜひ注目してあげていただけたらなと思う馬です。そしてもう一頭が全然人気ない栗の魔ンこっちは、えー、双方最高点にしたいと思います。これはもう単純に双方がいい馬で、重症でやれるんじゃないかというふうに条件クラスの時から思っていたので、それ、その馬がちょうどですね、馬柱はちょっと汚れちゃっていて、全く人気がない状態で、 出てこれたんででやっぱ狙わななきゃいけないいけしょうというと気持ちがありますまあ本当に何も言うことない綺麗な大跳びで全身を上手に使えた走りでもう一流馬じゃないかというような見た目は走り方してますただ騎手とかが言うにはですねなんか緩いところがあって、えー、バランスを崩しちゃうともう力を出し切れないことが多いという馬のようですね なので、前々走は、これ、不良馬場。これ、仕方なかったと思います。全然力出せず、じまでした。で、福島、え前走、福島テレビオープン。これはですね、スタート直後に、外から寄られてしまって、バランスを崩して、大きめな不利があったんですよね。まあ、それで終始、バランスは良くなかったのかな、というふうに思うとですね、いやー、やれて不思議ないかなと。で、まあ、馬柱見てもわかります通り、 小倉戦には一番得意と言っていいと思います。まあ、4戦して3連体で、すごくいい時計で勝ったりもしてるんですよね。1分7秒1で勝ったりもしてます。まあ負けてしまった時もですね、この春負けてしまった2回はですね、あんまり馬場は良くなかったんですよね。まあこの綺麗なフットワークの馬には、あんまり向いてなかったかなという。 見立てもありますそうですね、この馬が、まあ、重賞で通用するんじゃないかなという、まあ、根拠の一つは、ヨドヤ橋ステークス強かったですね。えー、僕はあのー、そもそも、えー、僕は吉野イースターという馬もですね、あのー、かなり評価しているんですよね、双方が素晴らしい馬なので。前走は CBC 賞が出遅れてしまってですね、まあ全然、 まあ、レースに参加,参加できなかった。まあ、でも、上がりは、あの、ちゃんとね、えー、ジョイバと同じ足使っていて、まあね、まともであれば能力ある馬だと思ってるんですよね。まあ、それを、おちゃんと成功法で、えー、任してはいて、まあ、双方を見てもお、重傷でやれそうかな、ということで、押したいです。まあ、このレースに関しては、この2頭をとにかく、 僕としてはですね、もうこれ買わないで今回来られたらすごい、えー、大公開するんで買うんですよ。だからそのことだけ、えー、お伝えしたかったんで、このような動画とさせていただきました。まあ、かなりの穴場だと思いますので、ちょっと気楽に狙ってみてはいかがでしょうか。ありがとうございました。